パイカジ南海作戦は、シーナ誠による日本の小説。2004年4月に新潮社より発売。パイカジとは、沖縄方言で、南風のこと。2012年には本作を原作とした映画が制作、公開された。カメラマンを本業とする男、佐々木は、勤務していた会社をリストラされ、さらには、愛する妻、沢子に逃げられ、一人寂しく暮らしていた。 ある日、佐々木は東京からあてもなく一人沖縄へ旅立つ。飛行機から船へと乗り継ぎ、たどり着いた島で出会った砂浜に住むホームレス4人と飲み、踊り、笑い、楽しい一夜を過ごした佐々木だったが、翌朝遅く目覚めると、持ってきた全財産がなくなり、ホームレスがいた仮住まいもそっくり消えていた。途方に暮れた佐々木は、浜で都会からやってきた青年、落っこち、 関西から来た美女二人組、アパ、君と出会う。二人のおかげで料理の質が向上し、防犯用に掘った落とし穴に、イノシシまで落ちて大喜び。そんな中、ホームレス四人組の噂を聞きつけた佐々木は、彼らから全財産を取り返すべく、ある作戦を決行するために、奴らがいると思われる離れ島に渡る。見つかった四人は、見事な土下座をして謝る。 元の浜に帰ると二人組を連れ帰りに来た、おばさんたちがいた。元妻の撮影のエディもやってきて明日、イントレが必要だと言われ、土下座の4人も来て、木で作り上げる。撮影隊もやってきて、忙しくなるが、放送作家、脚本家として活躍する、細川徹が、初めて実写映画のメガホンを撮った作品。2011年11月に、 沖縄県の西表島でロケを行い、2012年7月14日に新宿バルト9ほかで劇場公開された。キャッチコピーは終点の先にパラダイスがあったのか。ありがとうございます。